バディファイト。このカードゲームの相棒は異世界からやってくる様々なモンスターだ。だが今凶悪な100体のモンスター100機がこの世界に侵入した。緊急出動、バディスキューアップ。セーフリー、お許しを。お前たちも食ってやろうか。ああ、それだけはご勘弁ですし。腹が減ってしょうがねえ。ハングリー。腹をすかしているのは俺だけじゃなさそうだ。次はこいつだ。目覚めよ、闇の力、ゲドの力、百鬼の力。オガオーグランビルダネス。俺ハングリー、アングリー、なんかグリー。なんですし。うまそうな焼肉グリー。あー、まだ生きてるですし。アングリー。待て、そいつを使って今度こそ天部を連れてこい。俺が骨も残さず食ってやる。いや、アウトだ。お、哲也くんまた教室間違えてる。え、でもガオーがいないよ。ガオーは朝っぱらから出動命令が出てイリーガルモンスターを追っかけてる。あそこだ、ドラメ。デッカーワッパー。うっ、どりゃ。エンティ解除。おとなしくしろよ。捕獲完了。紋章がない。100機ではないようじゃな。ただのイリーガルモンスターか。こちらガオ、任務完了。これより。ガオ君、その近くでイリーガルモンスターの目撃情報が入ったわ。念のため確認をお願い。了解。お、休む間もなしか。愚痴ってる場合かよ。滝原さんは俺の何倍も働いてる。ステラさんはもう何日も家に帰ってない。ローン伯爵も身を粉にして走り回ってる。俺たちだけのんびりしてられるか。わしを置いてくれ。不眠不休、バディポリス見習い。授業を始めましょう。今日はカウンター魔法の発動タイミングとその効果についてでしょ。ガオーのやつまだ来てないのかよ。では授業で使うカードを。おっせ、帝ガオー、ただいま投稿しました。おお、早く席について。はい。大変そうね。
ギリギリ間に合ったな。バディポリスの仕事ってそんなに忙しいのかよ。でもこの授業だけはどうしてもできなくて。ガオ寝かせといてあげなさい。疲れているのでしゅ。さあガオ君の分も一緒にカードを取りに来てください。はい。今日掃除当番だ。大丈夫だよ。代わりにやっといたよ。カードもネギの山先生が置いてってくれたよ。徹也も先生もサンキューだぜ。お腹空いてるのかよ。バナナならあるけど。昼飯食う暇なかったからな。ノットクグル。そうだ、掃除のお礼に俺ん家で一緒にたこ焼き食わないか。わお、ガオのばあちゃんのたこ焼き超うまいもんな。楽しみだよ。でもガオはまだ見習いなんだろ。少しは休ませてもらえないのかよ。最近バディポリスが出動しなきゃならない事件が増えてるんだ。だから見習いだからって甘えていられないんだ。ガオくん、本部に出動して事件よ。了解。悪い徹夜、たこ焼きはまだ今度な。もう仕事じゃしょうがないよ。起きろドラム、出動だ。わかった、行くぜ。おい待てよ、まだ俺が。頑張れよガオ。たこ焼き食い損ねたな。バディポリスってどうすればなれるかな。このままじゃガオ体壊しちゃうよ。少しでも負担を減らしてやりたいんだよ。何を言い出すんだ徹也。やめとけやめとけ、お前はバディポリスってタイプじゃない。そうかな。ガオの手助けがしたいんなら他の方法を考えるんだな。他の方法。あ、そうだ、ガオーのばあちゃんのとこに行こうよ。お、やっぱたこ焼き食いに行くのか。たこ焼きの作り方？ん？うん、教えてほしいんだよ。なんで？食べたければ作ってあげるよ。ガオーに食べさせたいんだよ。バディポリスの任務で疲れてるガオーとドラムに大好物のたこ焼きをお腹いっぱい食べさせてあげたいんだよ。いいじゃろ、花子も手伝う。サンキューレディース。できたよ。ふう、あとはガオーとドラムが帰ってくるのを待つだけだな。うん、早く帰ってこないか。よく頑張ったな、徹也。俺ハングリー、ハングリー、なんかすり。もう朝だぜ。飯食ったらすぐ学校行かなきゃ。うちにいるんだ。あ、ガオ待ってたんだよ。これ食べて。これって、どれ食べるんだ。なくなってるですし。何の話だげ。僕が今日食べようと思って冷蔵庫に入れといたお寿司のことですし、僕がここに住んでることを知ってるのはお前とソフィアだけですし、どっちかが犯人に決まってるですし。俺が食うわけないで。それじゃあ、シド、
何するですし。これを見なさい。ハングリー、アングリー、食い物の匂いグリー。こいつは、イカゼチ様に渡されたグランウィルダネスですし。もっとなんかグリー。あいつ、腹すかして自分でカードから出てきたんだね。勝手な真似を。すぐ連れ戻すですし。この付近の飲食店、コンビニから一斉に食料品が消える事件が発生しました。早速被害に遭った店長から詳しい話を聞いてみましょう。グランウィルダネスの仕業ですし。きっとまだ近くにいるげ。すぐに出てくる。え、あ、それは僕秘蔵の寿司の缶詰ですし。いい匂いですし、お寿司。ハングリー、それもグリー。モンスターです。私たちの前にイリーガルモンスターが出現しました。あいつが俺の作ったたこ焼きも食べたんだよ。ガオ君、ニュースは見たかね。イリーガルモンスターですね。すぐに捕まえてくれ。さもないと超東京中の食べ物がなくなってしまう。了解、今から出動します。おお、武士は食われると高用事だ。ガム、行くぞ。デッカロードオープン。デッカドラム健在。バディポリス受け発進。発進。え、だっておいら武士じゃないし。ドラム！魔王アスモダイのダンシングエクササイズの時間だ。元気か人間ども。もっとも食うもんがなきゃ元気も出ないだろうかな。アスモダイ、俺が仕事に出てる間にとんでもないことになったみたいだな。ああ、そうなんだ。Check this out too! Buddy Fight 100! 100 demons devour everything! Devour as much as you want! Yummy Ghetto, sate your hunger! Feast! Lord of 100 Thunders, now on sale! Bushy Road! Card Fight Vanguard G! With the power of our bonds and our possibilities in hand, shine forth towards our future! Booster Pack Soul Strike Against the Supreme, available October 2nd, Bushy Road. Card Fight Vanguard G! Let's all sing together in harmony! About the sparkling school life of the idols! Cloud Booster Academy of Divas! The new semester has begun! And check this out! Sumane, Tetsuya!困った時はお互い様だよ。できれば関わり合いたくなかったか。何か言った？アスモダイ、イリーガルモンスターのところに連れて行くだけだからな。お前は何もするなよ。分かってるよ。このままではバディポリスに捕まってしまうですし、この黒ドクロの力で闇結界発動ですし。
限界じゃったんじゃよ、心身ともに。天部、このところの激務に加え睡眠不足と空腹、立ってるだけでもやっとだったはず。バディファイトなど到底無理じゃ。ガオー選手戦闘不能、このファイトどうなってしまうのか。僕の不戦勝ですし、天部はもらっていくですし。だったら俺が代わりに戦うよ。お主ダメだ、お前はバディポリス向きじゃない、関わるな。でも俺は魔界の王になるんだろ。友達が困ってる時に見捨てるような奴は王様になんかなれないよ。徹夜、お前の言う通りだな。一緒にあの貪欲魔人をぶっ飛ばしてやろうぜ。もちろんだよ。ガオー選手に代わって黒岳徹夜選手が戦うようです。お前など楽勝ですし。いかん、それは危険すぎる。でも他にどうすれば。千年遊べる千年王国、ルミナイズデビルズミレニアム。道を外れし悪鬼ラセツ、その力を見るがいい。ルミナイズハンドレッドエンシェント、バリーファイオープンザクラックマジックワールド。エンシェントワールドですし、先行はデスシドー選手。人竜王ボーパルスバーダをセンターにコール、そのままアタックですし。そうでアイショット、ダムーブエンドロー、チャージアンドドロー。走り合いリゴスをレフトに、魔界戦士デパルをライトに、魔界デスメタルバレファールをセンターにコールだよ。アタックだよ。テツヤ選手、敵モンスターを破壊。デスシドー選手に負けんな、アスモダイ。テツヤ兄ちゃん、僕に絶対かなうわけないですし。魔聖竜ソルシエルをセンターに、始まりの闘竜ムーリトルランドをレフトにコールですし、そしてバディーコールですし、ボガオングランウィルダネス。俺ハングリーハングリー。今日のデスシドー選手のバディはいかなるモンスターか、タコスコープでチェック&チェック。ボガオングランウィルダネスをロックオン。属性ドラゴンロード、サイズ2、攻撃力防御力ともに5000、打撃力は2、1つ能力を持っていてライフリンクはナッシング。腹減った、なんか食わせてくれ。アホだ、俺は美味しくないぞ。グランウィルダネスがモンスターを破壊した時ライフに回復。食えば食うほどライフ回復ですし、ペネトレイトチャージ。ソルシエルは敵モンスターを破壊した時1回攻撃を得ます。バクちゃん、またパルコちゃんのライブ中継が。何？ガオじゃなくてテツヤが。リトルランドも続く。そしてソルシエルの2回目のアタック。The move end。 さっさと天部をよこせばここから出してやってもいいですし。テツヤとやらよ、ここはわしを引き換えにするのじゃ。降参しちまおうぜテツヤ。あいつの狙いは天部だ。天部さえ渡せば全員ここから出られる。なあ、そうしようぜ。でも天部を渡したらガオーは悲しむよ。マイフレンドが悲しむようなこと俺はできるわけないよ。それに勝負はこれからだよ。そう言うと思ったぜ。まずはキャスト、ナイスワン。手札を増やしてきたですし、さらにソロモンの大結界だよ。怒りの魔天使ベルトをセンターに、殴りの時計、天空詩人アモンをライトにコールだよ。アッサラムアライク。ソロモンの大結界でサイズ2はサイズ1となり、等攻撃耐性だ。バラリルバラリル、悪魔の走りで地獄に行きな。殴らせろ。キャスト優位周到ですし、殴りたかった。まだ私がいます。The move end。 最後にアモンがダメージ3を与えてデスシドー選手の U1 ムーブ。調子に乗ってるのも今だけですし、
再び魔聖竜ソルシエルをセンターにコールですし、削られたライフは何度でも回復するだけですし、グランウィルダネスアーモンにアタックですし、ハングリーグーグリー、そう来ると思ったよキャスト、マジカルグッバイ、もっと食いたかったグリー、手札に戻った、そんなですし、しかし残りのモンスターで連続アタック、鉄矢戦士の残りライフはわずか1、絶対絶命、デッドエンドなのか。さあどうする、未来の王様。俺王様になったら歌と踊りにあふれる国を作りたいんだよ。だが歌と踊りだけじゃお腹はいっぱいにならないぜ。でも元気と勇気を届けることはできるんだよ。さすが俺が見込んだ男だぜ。アスモダイも力を貸してくれよ。もちろんだ。マイフェイバリットバディ魔王アスモダイをセンターにバディーコール、オーケー、鉄矢ショータイム、デンジャラスバックドロップ、センターが開いたよ、アモンデファイターにアタックだよ、ヨーヨーヨー、カット留意周到ですし、カウンター魔法で防いだ、パラリラパラリラ、ドロップキック、次のターンで終わりですし、まだ俺のターンが終わってないよ、ファイナルフェイス、ガオ術よ、見せてくれよ俺たちの必殺技を、まさかまさかまさかですし、ガット、ディアボリカルハート、デスジー、ゲームエンド、ウィナー黒岳哲也。やはり百鬼じゃったか。サンキュー哲也、助かったぜ。友達なら当たり前だよ。ガオ君、哲也君を連れて本部に来てくれないか。お、今のバディポリスの人員では最近の事件の多さに対応できなくなっている。そこで君にお願いがある。ガオー君と同じようにバディポリス見習いとして我々に手を貸してもらえないだろうか。俺が？先ほどのファイトは見事だった。十分その資格はあると思う。哲也、俺ガオーの力になりたいって思ってたから、だからこっちからお願いするよ。バディポリスに入れてくれよ。ありがとう、許可する。まあ仕方ないか。お主、ん、前にどこかで会った気がするが。じじい、ドーン伯爵にも同じこと言ってただろう。俺は有名人だからな、テレビで見たのを勘違いしてんじゃないのか。そうじゃったかな。タスク先生のバディポリス講座、今回は防火王グランウィルダネスについて解説するよ。はい。モンスターを喰らい自らの命へと変える100機のカード、攻撃で相手モンスターを破壊すればライフを2も回復できるんだ。破壊すればするほどライフが増え続けるね。なんだと？グランウィルダネスでライフを回復しながら攻めればまさに攻防一体だ。そういえば先輩。ことが僕
けられるさ。僕らなら兄者こそ少年バディポリスにふさわしい。そう考える暁、そして百鬼が現れた時、兄弟の絆が試される。次回兄弟対決、サンヤ VS 超合流ブレンバルティスで、お前もバディファイト。